だろ。その子航空だけどうあなたが私の感覚なの。それなりに期待をしているわ。Congratulations!
はい、スピン隊ジョーカーです。で今回も、建造試し動画見ていただけたでしょうか。で今回オール30っていうのを回してみてですね、まああれですよ、建造のボタンを押してもうすぐに建造をして数値を変えないというところです。はい、というわけで出てきたのが響さん、大井さん、北上さん、黒潮さん、くまちゃん、はい、ということで、今回この5枚を引くことができました。でですね、建造試し動画なんですが、これからちょっと変えていこうかなという面がありまして、やっぱり皆さんあれですよね、5枚も7枚も一気にその開発どん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 やってるのと、建造じゃーんっていうのをなかなか 見るのが長すぎたっていう気がするんですが、皆さんどうでしょうか。なので、まあ、オール30っていう特性上もあり、今回すごい絞ってます。っていうのもオール30なかなかそのおっていうね、めぼしいものが当たるまですごい時間がかかるレシピなんですよ。駆逐艦を狙ったレシピとか、従順狙ったレシピとか、戦艦狙ったレシピっていうよりかはもうね、ということになるので、基本的にこの数の倍、3倍ぐらい、3、4倍は回しました。なので、買いカードが来るかどうかっていうのは、その皆さんの星付け状況によるかと思うんですけど、基本的にもうね、当たるかどうか分かりません、このレシピに関しては。フォローつけやフォローつくしみたいな感じなので、基本的にオール30レシピっていうのはもう資材はすごい安くて済むので、自分もやっぱり開発回してたり、もうものすごいプレイしてたら、もう当たり前の話こうなるわけですよね。こうなるっていうか、資材が減るんでなくなってくるんですよ。で、ああちょっと来週にちょっと申し越したいなとか、あ、明日もプレイするからそろそろ打ち止めっていう時に、もうただ建造の権利は行使したい、あ、いやもうちょっとプレイしていくんだけど、ただ建造でちょっと資材使いたくないっていうとこ時にオール30回すと、おすすめではないですけど、まああれですよね、節約できますっていうところのレシピですね。なのでちょっと冒頭でお伝えしましたけど、オール3、建造お試しをちょっと全部7回して、例えば10回してとか全部載せるんじゃなくて、当たり例というか、めぼしいものが当たったのを動画で出して、他はちょっとその後のこの今の時間でちょっと紹介していきたいなと思っております。まあオール30に関してはものすごい、なんだ、資材で回してて楽でしたよね。お伝えしたように回してたんですけど、オール500に関してはものすごいちょっと辛い面があったんですが、オール30もものすごい楽で、資材がね、やっぱり弾薬、鋼材、ボーキサイト、まあ皆さんなかなか減るじゃないですか。すごい節約できたので、なかなか面白いレシピ、まあレシピっていうかね、そのままなんですけど、デフォルトのままなんですけど、回してて、面白かったと思います。建造に関しては本当にもうあれですよ、ホロ確定以外は買いカードが来るかどうかっていうの演出でわからないので、なかなか面白いですよね。はい、というわけで、まあ次回からちょっといろいろ変えていきたいと思います。で最後にオール30レシピなんですけど、やっぱり改造カードは出るみたいでですね、なかなか面白い結果が出たんですよ。これはまあちょっと今週の排出情報っていうのが先行するかどうかわからないんですが、このレシピ回してたのと今報告取ってるのがちょっと前後してるので、まあただこの動画の前後にその今週の排出、いくつだ、8月の26から28っていうのを出すと思うんですけど、その時にですね、これが出たんですよ、オール30で。イカズチさん。これはいいんですけど、その日に回帰ドロップでイカズチさん回出してるんですよ。だから、1日2枚出したんですよね。そんなことありえるのかっていうところで、なかなか面白い体験をさせていただきました。まあ、あれです。オール30でも改造カードは出ます。もちろん、ホロも出ます。ある程度、まあ、運に従うという、意味が強いかもしれません。まあ、回し見ていただければと思います。まあ、クマちゃんに関してはレベル11の建造。で、イカズチに関してはね、これオール30でちょっと編集間に合わなかったっていうか、つけられなかったんですけど、イカズチさんに関しては17、レベル17になっております。結構その、レベル低くても引けるので、皆さん、下位カードを狙うときには、どうでしょうか。やっていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。アディオス。